ガラスで器などの形を作る技法には、ガラスを高温で柔らかくして膨らませ伸ばし巻きつけるなど、さまざまな加工を施して成形する中吹きという方法が一般的です。そして型にガラスの粉や粒を詰めて釜で焼いて成形する鋳込みガラス、パート・ド・ヴェールという技法もあります。中吹きとパート・ド・ヴェール、それぞれの技法でガラス工芸品を作っている二人の作家の仕事を見てみましょう。もう一人のガラス工芸作家の仕事を見てみましょう。石田さとしさん、鋳込みガラスパート・ド・ヴェールの技法で作品を作っている作家です。外型の内側に模様の線を彫っているところです。パート・ド・ヴェールは耐火石膏の外型の中にガラスの粉や粒を入れ、中型で押さえてプレスしながら釜で焼いて作る鋳物作りのようなガラス工芸の中では得意な技法です。もともとそのこのパート・ド・ヴェールというのは不透明な技法ですので、やっぱり粉ガラスを入れる段階でもどうしても不透明にならざるを得ない。見てみるとまあマイナスの部分なんですけども、マイナスの部分を逆にじゃあパート・ド・ヴェールならではの質感ということで、その利点に持っていくっていうことですよね。他の工業ガラスとかそういうものでは出せない柔らかいそういう質感が出せると、でまたあの形もそういうものではないようなものができると。色ガラスの粉をブレンドします。外型の内側に彫った模様の線に詰めるガラスです。粉色ガラスにはさまざまな色合いのものがあります。水で溶いた色ガラスの粉をよく攪拌し、筆につけて線の中に置いていきます。水で溶いてあの色ガラスを詰めていくんですけれども、あの乾燥している石膏のところに水で溶いているものを、まあ、入れることによってその水が吸っていくとこ時にそれがこう中にしまっていくと申しますが、こう溝のところにこう密に入っていくわけですね。それがこうふわふわな状態で入っていきますと、あの空気が入ってしまいます。そうしますと調整した時にこうギザギザになってしまうわけです。その間に空気が入ってしまいました。それが、まあ、水でそうやって溶くことによって中に水に入っていくと。この色ガラスを詰めた部分は調整するとガラスの表面に模様として現れます。石田さんはこれまでの作品でも青系統の色をよく使っています。パート・ド・ヴェールならではのそういう青の世界といいますか、キリコとかそういうもので出てくる青とはまた違ったあの質感の方だと思うんですね。まあ柔らかい質感のものが多くなるような気がします。色ガラス詰めの仕上げの工程に入りました。仕上げ工程ではガラスの足らないところを探し均一に埋めていきます。
この色ガラス詰めのポイントは、色ムラをなくすために均等に詰めることと、空気が入らないようにすることですが、柔らかい色合いというのは、あれは中に空気の粒が入ってるんですね、パウダーですから。それでああいう淡い色合いになるのであって、逆に言うと中にある程度細かい泡が入っていないと、ああいう柔らかい質感にはなりませんので、それは入っていてもらわないと困るんですけれども、その辺がこの技法のまあ利点でもあり、そうじゃないところでもあると言いますか。色ガラスを詰めた後の外型に透明ガラスの粒を敷き詰めていきます。焼成すると器本体になるガラスです。隙間なく均一な厚さになるよう敷いていきます。外型の側壁に沿ってガラスの粒を積み上げていきます。透明ガラスを敷き終わった外型、この外型の中に中型を入れ、重しをかけて釜で焼くと、溶解したガラスが押し上げられて容器の形になります。中型を外型の中に入れます。慎重に水平垂直を確認します。中型を取り出しました。ここが当たっているので、側壁に沿って積んだガラスに中型がかかっていたのです。このまま釜に入れると中型が最初からずれた状態でこう釜に入るわけです。すると例えば平らなところの上にこういう斜めに乗った状態で釜に入って重しが乗っていると、自然に温度を上げます。そこがこうなってずれて、さらにずれていってしまいますので、ガラスの積み方を修正、再び中型を入れます。今度はうまく収まりました。治りました。電気釜に入れ、重りを乗せ焼成します。焼成には2週間ほどかかります。焼成が終わった型、石膏を外し模様のある面は水で石膏を洗い落とします。模様が現れてきました。やっぱり非常にこうワクワクはします。それまではイメージでしかなかったっていうものが初めて、まあ、形を表すわけですから、まあ、ちゃんと色が出たなとか、あ、こういう形やったなとか、イメージしていたものと作品の出来が一致していますと、やっぱり大変嬉しいですよね。研磨の工程に入ります。石膏の割れ目にガラスが入ってできた傷を削り、人工ダイヤの粒を埋め込んだダイヤモンドペーパーで肌を滑らかにします。切り子など他のガラス工芸ではガラスの透明感を出すため鏡の面のように磨き上げますが、ものすごく磨きすぎると逆にテカってしまったりするので、そういうこのパート・ド・ペールといいますのはもっと柔らかな、たゆやかなっていうか、そういうようなほわっとした光っていうか、そういうものだと思うので、そういうものを、まあ、うまく、まあ、生かしてあげれるような、そういう
磨きをしてあげれるようにというふうに思ってます。磨き終わった箱、線の上などに配された円形の模様の上に金彩を施し、焼き上げて完成です。パート・ド・ヴェールという技法の面白さについて聞いてみました。ガラスと言いましても、その切子のああいうね、クールな尖ったああいうものだけではなしに、こういう柔らかなふわっとしたものの、まあ、美しさもあるんじゃないかっていうことを提案していけると、まあまた見る方も、あ、こういう違ったガラスの綺麗さもあるんだなっていうのが分かっていただけると、まあそのガラスの、まあ、工芸の世界が、まあ、さらに広がるといいますか、そういう面では非常に面白い技法だと思っております。